住んでるよ結構。こんなにヤバいことになるとは思ってなかったし。健康で稼ぐのが一番最強なわけですよ。はい、どうもです。こんにちは、スクリキです。今回の題は、佐久くんの10年後生存率が 25% の件について。 50% あるって言われたもん。佐久くん、肝硬変になっちゃったね。ことの経緯教えてよ。もともと健康診断で脂肪肝ですって言われてて、ヤオくんにずっと忠告をされつつ食べ続けたと。こういう体験になり、言うて若いから大丈夫だろうみたいなことを思ってたわけなんですよね。日常を過ごしていると、2週間前ぐらいかな、意識を失うようになった。意識失うんだよねみたいな話したら、やばいよみたいな感じになって、で病院行って脳波取ったり MRI 受けたり肝臓のチェック受けたりとかしていくと、お医者さん曰く肝臓でもうアンモニアが分解できなくなってるので、それが血液に行って脳に行ってたまに意識を失うんですよという解説ですね。いわゆる肝硬変ってやつですね。肝硬変は10年後生存率が 50% と言われております、はい、その中でも代償性と非代償性ってのがあるんだけど、非代償性の肝硬変は 25% なの。いやいや、非代償性だよ多分。チャイルドビュー分類っていうのがあるのね。で、まあ、1点、2点、3点と。ビリルビン値とアルブミン値と PT 活性値は、まあ、俺見てないから分かんないけど、脳症はあるわけじゃん、まあ、この時点でも6点なわけじゃん。腹水も溜まってるって言われたでしょ。お腹パンパンですね。でこの時点で最低でも7点なわけよ。すでに非代償性なのよ。グレード B 以上なのよ。でこうなってくると生存率低くなるよね。いやー、健康ですよ皆さん、風邪じゃないよ。肝硬変ってやっぱ完治は難しくて、医者に言われたのは、この3年とかで急激に太りすぎだと。100キロぐらいの人って周りにも結構いたから大丈夫だろうと思ったのに、そういう人らは年2キロとかずつとか年 5% ずつとかこうちょっとずつ増えてってるのね。佐古くんの場合はね、3年で40キロそういうレベルなのよ。それが良くないって。でも言ったじゃん、言ったね、脂肪肝は治るのよ。肝硬変になったらマジやばいよってずっと言ってたじゃん。いやー、健康大事だな。肝硬変の中でももう症状が出てる肝硬変だからね。クラッときたのやばかったな。でしかも1回じゃないのが怖いよね。複数回来てんの？ 2、3回。うわーやばいね。肝細胞がん秒読みよ。肝細胞がんっていうのは何なの？いわゆる肝臓がんだね。肝臓がんってどこからなることもあるんだけど、一番よくあるのが脂肪肝から肝硬変になって、肝硬変から肝臓がんになって、で死ぬっていうのがもういわゆる肝臓で死ぬ人の黄金ルートなのよ。新友さんがさ、昔ツイートしてたのよ。弊社の事業上のリスクは社長の健康が一番ですみたいな。まだちゃんと健康になっていく道を模索してるけど、結構この6年とかガンガンこう攻めてきてるわけよ。貯金残高があるなんて悪だっていう発信をしつつ、本当にそれ実践してるじゃん。いい案件来たらそれにトライするし、こういう事業あるよって言ったらやってみるしみたいな。でその上でさ、やっぱ不動産事業とかもやってるから借り入れとかも組んでるわけよね。健康でこう倒れて借り入れが残るみたいな状況が一番やばいから、ちょっと事業もスマートにしていきたいなと思ってるところだよね。今内部留保どんくらいの？ぐらい。でも結局借り入れ分もぐらいあるからね。あと不動産がとかある。一番やばいのはブレインのキャッシュフローの激悪化と納税がダブルパンチできて、そのタイミングで死すことだよね。本来10年後生存率より5年後生存率を見るもんなんだけど、非対称性肝硬変、5年後生存率 50%、 10年後生存率 30% です。 30% か。エースキング対エースクイーンのオールイン勝負ぐらいだよね。対策治療をしっかり行うこと、栄養バランスをしっかりよく取るとこと、適度な運動をする。でもちょっと痩せたっしょ。どう？いや、そんな分かんない。ねえ、西尾さん痩せてましたよね。ほら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 、急激に痩せるのもそれはそれで、そう、他の臓器に負荷かかるからね。食べよう。しかも痛風だから運動もできないわけじゃん。住んでるよ結構。こんなにヤバいことになるとは思ってなかったし、言うて大丈夫だと思って言うて大丈夫だと思って。でも俺はずっと言ってたからね。20代は何も起きず、30代ぐらいからちょっと健康に気を使い始め、40代くらいでなんかちょっと症状が出てくるからケアして薬飲みながら50代に突入し、余生を楽しみながら60代70代ぐらいで死ぬっていうのを想定してたんだけど、30になりそう。肝臓の値見た時俺もう笑えないよこれって言ったじゃん。あの値から見て肝硬変になる可能性は全然あるなって思ってたこと。もう肝硬変レベルだから今すぐ変えないと肝硬変になっちゃうよって言ったじゃん。あげる、怖い、食べない、サブレ、怖いのポケットから出てくるのかしら。これってさ、いわばさ、稼げないですって言ってる人の検索履歴見たら、ツイッター、YouTube みたいなんだったっていう現象だもんね。もうちょっと事業が自動で回るようにしとかなきゃいけないかもね。だいぶ自動化されてるけどね。でもやっぱ怖いよね。タコ勇気いないときついよね。やっぱ自動ってむずくね。自動化できてる方だと思うよ、だいぶ一般的な経営者に比べるとね。細い店舗とかを譲渡していったりとか、チャンネル整理していったりとか。ブレインって属人性ある？もうタコ君がツイートしましたも広がってくもんね。広がって属人性あるの。スキルハックスの方、 YouTube とかもそうだよ。 YouTube やらないとやっぱ集客落ちるしさ。ブレインに NS 集客、ハックス系もそうだし、タコ勇気が出してるコンテンツ経由でブレインを使うってことも結構あるから。あれって福利じゃん、言うたら。コンテンツを買ってみてよくって別の
コンテンツを買って、で自分も出す側になりたくて出して、その人がまた客を連れてきてみたいな福利だから、最初の起爆剤が迫勇気になって YouTube とかで一人取れるのって結構でかいのよ、数万単位のコンテンツだとしてもね。で一番買ったのは広告モデルへの変換だね。ブレインの満足度の高いコンテンツを広告で分回す、それができるのは多分ブレインカレッジのバックエンドだよね。あそこを回しつつブレインの知名度を上げていくみたいな。いやまあ考えることいっぱいだよね。一旦ちょっと健康になるわ、痩せるわ。痩せないよりは痩せた方がいいでしょ。間違いない。青くんなんで太んないの？めっちゃ気をつけてるよ。だって俺一日一食とかにしてるもん、頑張って。一緒に生活したらびっくりすると思う、俺の食わなさ。ワーケーションの時ぐらい食べるの？ワーケーションとか会食でしか合わないからか。それ以外で食わないから。こんなに食わないのに、こうやって徐々に増えてって気をつけなきゃいけないのはやばいなって思う。それでも太るってことだよね。それは俺の代謝の悪さもあるんだけど、運動してないとか、筋トレとかして基礎代謝上げなきゃなと思うんだけどね。あ、バドミントンするよ。あれ有酸素じゃないからね。バドミントンって有酸素じゃないの？結構しんどくない？基本的に人の体から物がなくなるっていうのは、消化管を人の体の外部だって捉えるのね。うんことかは体内に一回も入ってないものだから、口から肛門までのここも外気とつながってるじゃん。体外なのよって捉えるのね。まず生化学の中では体内に入ったもの、まあ、つまり小腸から吸収されたものが人間の体から出ていかないと体重って減らないわけじゃんか。じゃあそれで出ていくものってどういう基準なのかっていうと、基本的には CO2 か H2O でしか出てかないのよ。それってどうやってじゃあ CO2 と H2O が生成されるかっていうと、細胞内のミトコンドリアの呼吸、要は酸素を取り込むじゃん、呼吸で血液中に来るでしょ、各細胞に回るわけよ。で各細胞のミトコンドリアに行って、ミトコンドリアで、まあ、いろんなものを使いながら酸素で来たものか他のものを CO2 と H2O に変換する際に ATP ってエネルギーが生成されて、そのエネルギーで人は生活してるわけよ。だから呼吸しないと死んじゃうのね。 CO2 か H2O を出さないと体重絶対に減らないの。だから筋トレをしても意味ないし、むしろ呼吸をちゃんとするウォーキングとか活動することによって CO2 の排出量が増えるし、汗もかくわけじゃん、排出量も増えるから、そうしないと体重減らない。いっぱい呼吸してるってことね。まあ、いっぱい呼吸するとね、今度酸素中毒になるからないんだけど、エネルギーを使う、それによって CO2 と H2 を排出するっていうのが本質で、体重を減らすこと。その使ったエネルギー以下のエネルギーしか摂取しない。それはあれだな、うんこが体外っていう衝撃だった。なんかさ、司法ですごい議論になってるのが、体にあるものは全て体内だと捉えた時に、うんこがつながった状態、まだお尻から出てトイレに着地してない状態、つながってる状態でこのうんこをナイフで切った場合、傷害罪が適用されるのかっていう裁判が行われてて健康には皆さん気をつけてください。本当に、いや本当だよ、心配だわ。慣れって怖いなって思うけどさ、周りが逆にめっちゃ健康な人ばっかりだったらこうはなんない気もするのよ。そこそこデブもいるじゃん、いいかなみたいになるよね。贅沢な悩みなんかもしれないね、お金があっちゃうからっていうことだもんね。だって食べるもんなかったら生活習慣病なんかならないからね。だって昔痩せてたし、貧乏の頃はね。金を持っても健康には気をつけましょう。そうだね。まあでも一旦稼がないことには、まあ、始まらない、始まらないけど健康の方が大事だよな。で健康で稼ぐのが一番最強なわけですよ。こんな青スタイルになりたい方はぜひ概要欄のマーケティングマガジン読んでみてください。サコアンドアオのマーケティングマガジンっていうリンクを押していただいて、メールアドレスに入力していただいて、送信ボタンを押したら毎日毎日マーケティングに関するメールが届くので、ぜひ皆さん見てみてください。それでは今回以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。